来てくれたんですね。にゃー、ご予約。強い意志で乗り切ってみせます。地方世界の法則を滑るのがフェイトとチャンスのどちらか、そんなことは神様にだって分かりません。サイコロの出目がフェイトで決まるのかチャンスに決まるのか分からないから、神様たちはサイコロを投じるのです。それならば神様の人生さえもサイコロ遊び。幻想と美の神もそう思っています。それでは彼らの冒険はどうでしょうか。それもやっぱり2つのサイコロによって導かれます。もちろん何をするべきか決めるのは彼ら自身です。何もかも全部神様の思い通りなんて、そんなの面白くありません。ですがそれでも結果を決めるのはサイコロです。フェイトにもチャンスにも左右されない冒険とは何なのでしょう。けれどいるのです。彼らの中には決してサイコロを振らせようとしないものが。48 49 50。ファイヤーボルト。周りの敵やっつけ終わりましたけど、本当に多いですね。エンカウントが途切れない。明かりの仕掛けを解除してから、なんていうか、ゴブリンも必死になっているような。状況が不利になったと悟れる程度の知性は奴らも持っている。だがそれで逃げずに攻めるあたり、やはりより上位の存在がいる。うん、休憩を取るべきだな。呪文の消費以上に体力消耗は集中力も低下させる。どうした？いえ、ちょっと意外だったっていうか、放っておいたら永遠に戦い続けてそうって思ってたというか。とにかくやっぱり何でもありません。そうか。そうなんです。そうか。ゴブリンスレイヤーさんとの引きこもごも、あもとい間の取り方が分かってきてしまったというか。今ならこの人の隣で苦労してきた人と仲良くなれる気がする。持久力はヒュームの特徴だが、無尽蔵にあるわけではない。必要な時にわずかでも動きが鈍るのは致命的だ。無論体力を気にしすぎて行動が遅れるのでは無意味だ。時と場合と状況による。常に考えろ。だが悩むな。悩むことは無意味だ。後で思いついた明暗よりもその場で思いつき即座に実行する手段の方が良い。悩むことは無意味、即座に実行。休む時は短時間でも装備の留め具は緩めろ。靴の紐もだ。締めたまま休憩するのとでは
体力の回復度合いが段違いだ。もし量末があるなら食べても構わんが、イロフに血が溜まると頭が鈍る。少しにしておけ。もし水袋も持っていなければ俺のを使え。ブドウ酒を混ぜた水を詰めてある。日持ちするからな。薄まっているから酩酊はせん。体も多少は温まるだろう。数日分はある。それ以上は水源を探さねば。どうした？へえ、そんなこと僕試してみたこともなかったです。すごいですね、ゴブリンスレイヤーさん。いろいろ教えてくださってありがとうございます。うん、どうしたんですか？いや、これは経験と成長に伴うただの技術だ。俺だからできる特別なことではない。誰でもできる普遍のことだ。だから考えて工夫し学べ。そうすればいずれお前もできるようになる。そしてできるようになったことを人に伝えろ。教わった分誰かに返すべきだと俺は思う。はい、ゴブリンスレイヤーさん。その声で言われると調子が狂うな。お前のせいではないが、都合のいい場所を見つけ次第そこで休憩を取るぞ。わかりました。ゴブリンスレイヤーさん、見つかりませんね。オーカさんもいらっしゃらないし。まあ今のところ私たちの進路と被っていないのは確実ね。オルクボルグが進んだ道にはひどいゴブリンの亡骸が転がってるに決まってるもの。水攻めとか火攻めとかやってたりするんじゃない？さすがにそこまでは。いえ、やってますね、きっと。あ、でもこちらの怪物は倒すと消えてしまうのですよね。それだったら。ああ、魔石ってやつが出るんだっけ？いや、オルクボルグは回収しないでしょう、きっと。いえ、多分一つ二つくらいは。何に使えるとかいろいろ考えて試してみないと。どんどん毒されてる気がする。まあつまりいるならオーカの方かもなんだけど。ここにもいなかった。オーカさん。あ、すみません、私自分のことばっかり。ううん、いいんじゃないかな。え？心配なのは当たり前だよ。誰でもそう。好きな人のことならなおさらね。オーカはそんなんじゃ。言いたいこと、言わなきゃいけないことは言えるときにちゃんと言った方がいいよ。言えなくなっちゃうことってあるからさ。明日もまた会えるなんて、そんな保証どこにもないもの。うん、私はね、言えないまま何年も経っちゃった。ごめんねとか、ありがとうとか、またねとか、何年も経つとさ、もう意味も違っちゃうよね。そんなこと。言葉って不思議だよね。文句は同じなのに時によって重さが全然違うもの。あんまり簡単に言っちゃうと軽くなっちゃうしさ。でも抱え込んだままだと
今度は重すぎちゃう。だからあの時に言っておけばよかったなって、後悔かはわからないけど、私はそう思う時があるよ。その今言っても重さは変わらないと思います。むしろ今の言葉だって受け取ってくれるはずです。やっぱりいい子だねあなたって。伝えてほしいな。あなたは自分の伝えたいことを大切な人に。私もあなたの思いを大切な人に届けてほしいです。お互い頑張ろうね。はい。ヒュームっていいわよね。すぐ悩むくせに絶対に立ち止まらないの。ちょっと目を離すと一瞬で変わっちゃう。森の葉っぱが色づくみたいにさ。高貴な方とはいえ聞き耳はあまり褒められたものでは。何よ、あなたも聞いてたんでしょ。それは聞こえてしまうので不可抗力と言いますか。え？お二人とも聞こえてるんですか。そりゃあ耳の作りが違うからね。エルフの方の前で内緒話は厳禁ですね。私はいつも聞き耳を立てているわけでは。ゴブリンって本当に空気を読まないから嫌で、私はやっぱりこっちで暴れる方がいいわね。同感です。純粋な思いは純粋な者たちだけで紡いでもらうのがいい。我々は掃除に徹しましょう。私だけ聞こえてませんでしたけど援護します。おニューの衣装にゃ。さあ喜劇を始めましょう。お、来るのか。さあ喜劇を始めましょう。おニューの衣装にゃ。あまり期待はしない。これが私だ。帰ったか。始まるにゃ。で、どうしますの？この宝箱。少なくともカースはかかっていないようですが。ええ、もしかしたらとてつもなく有用なものが入っている可能性も。妖刀とかまがまがしい形状の投げナイフとかロードの鎧とか昔は迷宮の奥底で日がな一日探し回ったものです。ですけどこの中に誰もスカウトやレンジャーの技術を持つ者は。なぜ俺を見る。いえ、武芸百般に通じる方ならひょっとしてと。ファイターの方々が体力に物を言わせて宝箱や罠を調べる行為を古来より男探知と申しまして、今や伝統となって久しいとか。それは誤解と偏見と迷信だ。宝箱を開けずに放置など
冒険者の名折れと思いませんこと。俺たちにそんな文化はない。少なくともカースはかかっていません。なぜ2回言った。少しでも負担が軽くなればと。お前も神々が言うところの天然か。クソ、この理不尽な空気、開けるしかないのか。また私の前に現れたわね、宝箱。もちろん罠探知して解錠を試みます。またなのですか。ダンジョンに宝箱を求めるのは間違っているだろうか。間違ってなんかいないわ。止めても無駄なのでしょうね。一頃はね、冒険者のランクって持ち帰った財宝の額で決まったのよ。つまり宝箱を開けずんば冒険者にあらず。それではオラリオの冒険者は失格者が多いということに。文化の違いですね。そうなのかな。いいか、開けるぞ。開けるからな。はい、お願いいたします。こちらはいつでも大丈夫ですわ。自分たちだけ避難するのはやめろ。プリーストブラスターやメイジブラスターだったりしたら、私どもはひとたまりもありませんし。なんだそのえらく限定的な罠は。大丈夫ですわ、桜花様。聞けばその手の罠は一番賢いものを狙うそうです。まるで俺が賢くないみたいな言い方はよせ。何かあっても私どもがすぐ治療いたしますので。余計に不安を煽るんじゃない。ナムさん、罠はないか。これは。また衣装ですか。この迷宮、お洋服ばっかり出てくるね。着るものが貴重な土地なんでしょうか。着せ替え、なりきりダンジョン。私はまるで神様がニヤニヤ見守っているような、そんな気持ちに襲われるような。しかも今度は私の服にそっくりね。リュウさんなら着れるかも。そうだね、あなたの服も私たちをかばってだいぶほころびが出てるみたいだし。待ちなさい、布尊にもハイエルフのお方と同じ着衣など。いいから着なさい、神のエルフの命令。それとも私と同じ服は嫌だとでも。きっと似合うと思いますよ。せっかくだからさ、決して着せ替え人形にして楽しもうなんて思ってないよ。私もリュウさんにもこの気持ち味わってほしいなって。仲間外れは嫌だなって。あのこれは。服がずっとボロボロだったから良かれと思ったんだが。似合ってはいます、似合ってはいますが、そこはかとなく背徳感が。曲がりなりにも聖女と呼ばれている身で、さすがにこの格好は申し訳ありません。私のようなものと同じ装いなど。
いえ、そういう意味では。いえ、私の体に傷が多いのは分かっておりますから。あなたのように傷一つない美しい体が少し羨ましいですね。これは私の体質のようなものですので。ここにこの服を置いたやつは何が目的なんだ。知りませんわよ。それにしても爆弾でなくてほっといたしました。以前無理に開けて壊滅した一党の方を救助したことが。そしてどんな場所なんだ、司法世界。じゃない、もう何も怖くない。うん、大きさもぴったりみたいだしね。少々胸元がきつい気が。そう、もしかして下着とかいうやつつけてるの。胸の話はもうやめよう。はいはい、やめやめ。それにしても誰が何のためにこんなに服ばっかり。私が聞きたいです。あ、ダイスロールで宝箱の中身変わっちゃった。魔剣とか出たのにな、魔剣あったのにな。テヘペロテヘペロじゃないわよ。あなた最初から決めてたでしょ。スクリーンの裏で振ったからって疑うのは良くないと思います。よし、じゃあ次はオープンダイスなら文句はないよね。かわいい衣装着せちゃうぞ。とりゃペロ。暗黒の時代を覆す光に。手のひら。お、来るのか。あまり期待はしない。これが私だ。その方向、ここでツイールと知れ。これもまた一時の夢。来るか来ないか好きにしろ。広い、ダンジョンのルームみたいだ。ここなら奇襲される心配もなさそうだな。小休止だ。さっきも言った通り、装具を緩めておけ。俺は火を起こす。熱は血の巡りを良くする。それに他の者が探索を続けているなら目印になろう。はい。水だ、飲んでおけ。あ、はい。あ、お、本当に温まりますね。あと、結構強いような。そうか。ブドウ酒を多く入れすぎたか。ゴブリンスレイヤーさんは飲まないんですか。少しでいい。俺は酒の飲み方を知らん。何がおかしい。
いや、なんていうかわからないですけど、あんなにゴブリンを倒してすごい徹底的でとてつもないのに、こうやって普通のところを見れるとホッとするっていうか、笑っちゃうっていうか、嬉しいっていうのか、ごめんなさい、うまく言葉にできません。そうか。あの、ゴブリンスレイヤーさん、どうしてあなたはゴブリンスレイヤーになったんですか？どういう意味だ？僕の知ってる冒険者とはあなたは全然違っていて、だけどすごすぎるくらいにあなたはすごくて、それだけを極めてるっていうか、それだけはきっとあなたは誰にも負けないから。あなたはどんな人よりもゴブリンスレイヤーだから。だから聞きたくなっちゃって。どうやってあなたは、どうしてあなたはゴブリンスレイヤーになったんだろうって。お酒を飲んで少し酔っていたのかもしれない。事情を詮索するなんて、僕が知ってる冒険者でもご法度なのに。でも知りたいと思った。恐ろしく徹底的で、どこかちぐはぐな鎧の戦士のことが、男女であって二人で冒険し続けるこの人のことが。よくある話だ。そう言ってこの人は教えてくれた。興味で聞いてはいけないものだったと僕が後悔するくらい、自分が見てきたものをたくさん。村がゴブリンに襲われた。誰も助けに来なかった。一人だけ生き延びた。それでいろいろなことを先生に教わった。ゴブリンスレイヤーになるために何を失って何を拾ったのか。少ない口数で淡々としていて、わからないところもあったけど、朴訥なこの人がどうして教えてくれたのか正直わからない。僕に心を許してくれたのかもしれないし、ただ聞かれたから答えただけだったのかもしれない。でもそれでも、冒険団に出てくる、焚き火を起こして酒を酌み交わす仲間のように、英雄団に出てくる、二人きりの夜の語らいのように、僕の問いにまっすぐ答えてくれた。よくある話だ。もう一度そう言ってこの人は話を締めくくった。そうだったんですね。お前は、え？お前はどうして冒険者になった？僕ですか？大層な理由とか本当にないんですけど、亡くなった育ての親、祖父の言葉を思い出して男女に出会いを求めに行ったんです。笑っちゃいますよね。自分でもそう思います。でもバカみたいな子供の夢を心のどこかで捨てきれなくて、巨大な魔物に向かって吹雪を放つエルフの勇者、精霊に選ばれ聖女を救う矢を放つ戦士、
たくさんの英雄譚を読んで、たくさんの夢を見ていたんです。うんうん、今だって英雄に憧れています。どんな怪物もやっつけて、たくさんの人たちを笑顔にして、悲劇のヒロインなんてどこにもいない、みんなを救ってみせる。おとぎ話に出てくるような、そんな英雄になりたいって。英雄。俺は、俺は冒険者になりたかった。冒険者？今は違うんですか？いや、いい。ゴブリンスレイヤーさん、お前ならなれる気がする。え？お前なら英雄に。十分に休んだ、そろそろ行くぞ。はい。広いな。どれだけ歩いた。下へ向かう階段も見つからん。同じ場所に出るのもこれで4度目ですわよね。迷路の中をぐるぐる回っているような。少々悪意を感じます。え？悪意？まともに探索していては次なる進路を発見できない。つまりリドル、あるいは何か仕掛けがあると見た方がよろしいでしょう。またスカウトかレンジャーがいないことがあだとなりましたわね。ですが経験上類推は可能です。かつてもそうでした。マップを埋めればおのずとわかることですわ。足を踏み入れていないこの先のレルム、そちらが最も似合う。命の保証はありませんのよね。冒険なればこそ。ここに来て保証のあることなど何一つありはしない。行くぞ。広間ですが、特に変わったところは。何？隔壁閉じ込められましたわ。あったのは仕掛けでなく罠か。逃げられません。応戦します。ですがあの数ですのよ。全てを迎え撃つなんて正気ですの？我々の知っているダンジョンとは異なり、無限というわけではありません。ならば倒し尽くす。おニューの衣装にゃ。計画に狂いは。これが私だ。その方向、ここでツイールと刺激を答えてくれ。おニューの衣装にゃ。あまり期待はしない。これが私だ。これもまた一時の夢。